大下うだるは、日本の探偵小説作家。本名、木下達夫。別名、x y g 1896年、長野県上稲郡中美ノ和村に、父、神五郎、母、安野のもとに生まれる。旧制松本中学、第一高等学校へ進む。1921年、九州帝国大学工学部応用科学科を卒業。 農商務省臨時窒素研究所に勤務。同僚の甲賀サブローの探偵小説分断における活躍に触発されて探偵小説を書き始めた。1925年4月、博文館の探偵雑誌、新青年史上で探偵小説、コンクの巻きタバコでデビュー。探偵小説だけでなく、SF 小説にも関心を示し、空中国の大犯罪や、 日本遺跡といった作品を執筆し、星新一の分断デビューに一役買った。宇だ寺と江戸川乱歩は池袋駅を挟んで環状線の内と外に居を構えていた。愛妻家で知られ、宇だ寺の筆名は妻、歌の名を借りたものだった。母妃には木下達夫筆名王子も、宇だ寺のびにその妻歌ここに眠ると刻まれている。宇だ寺は最も影響を受けた。 外国作品としては、どこへ行く、ジャンバルジャン、玄屈を上げ、高校の終わり頃にドイルが面白くなり、大学を出る頃からルーパンものになったと語っている。戦前の作家、翻訳家による海外推理小説実験選考では、宇だじは、第一に、幼女、ドレッテ、第二に、男の顔、第三に、トレント最後の事件、第四に、赤毛のレッドメインズを上げ、以後、 ルパンもの、ルレタビーユもの、バンスもの、ホームズものとしていて、本当は、幼女、ドレッテより、ルパンやルレタビーユの方が面白かったとも述べている。後に、完璧な探偵小説として挙げたのは、カーの皇帝の鍵タバコ入れと黒フッツの黒いドン初12時30分であり、変革もの,の心理物や登場物だった。このような思考のうだは、探偵小説文断で、 一個の人間像を描くというロマンチックリアリズムを提唱し続けた。これに基づいて昭和12年には鉄の下を執筆。戦後さらにその実践に努め昭和23年に連載を始めた石の下の記録は推理小説であるとともに戦後風俗小説ともなっていた。この作品は木に高太郎から絶賛を受けた一方、 江戸川乱歩からは探偵的興味を犠牲にした風俗小説では不満であると批判された。宇田じは巨像でも人間と事件を有機的に結びつけるべく風俗小説手法を取りトリックの手法を捨てている。宇田じはトリック採用論を唱えトリックの独創性にこだわらなかったほどだった。大正15年、甲賀三郎は 純粋に謎解きの面白さを追求するという意味で、本格という言葉を使い始め、この本格でない探偵小説はこれも講話によって、変革と呼ばれるようになった。日本探偵小説の始祖であるランポは、修正、本格探偵小説を支持したが、大衆の要求はあくまで変革にあり、ランポも不本意ながら、変革派の代表となるに至った。そして王子も、うだじもこの、 変革派の探偵小説家の一人だった。宇だじは、諸女作、今句の巻き束子を、会話入りの作文と表している。これは、宇だじの一高時代の事実談に基づいたもので、当時の高校生の生活を映し出すことを主眼に、したといい、加えて、ちょっとした犯罪と、ほんのちょっとした結末の意外性があったため、それは、探偵小説とされ、私は、 探偵作家というレッテルを押されたと語っている。以後、宇田治は、変革派の探偵小説家と称されるが、本格思考でなかったことについて、いわゆる探偵小説での最重要な素材を、私はそれほど重視しなかったと言い,い、このことは、探偵小説の本流に対しての不定であったろうと、振り返っている。続いて、不定なるがゆえに、探偵小説本流家の一部からは、 常に反感を持たれ、時には迫害すらあったとしているが、これは昭和6年に始まる甲賀三郎との本格と変革の是非を問う大論争を指している。これに対し宇佐治は私の道を歩くより他はなかった。その道が私に一番歩きがいのある道だったからであるとし、力を入れて書いたものは人間の嬉しさや悲しさだとしている。 宇だ寺は、語りたくなり、叫びたくなり、訴えたくなるが、書けという要求はそんなものについてではなく、探偵小説の機材を駆使しての小説という要求であり、板挟みで私は機材を組み合わせ、その中へ私の語りたいものを、不器祖に挟み込むより他なかったのだという。宇だ寺は、自作品について、トリックや意外性や謎がないことはないが、 そういうものを特に強く浮き上がらせることを時にむしろ恥ずかしくさえ思ったと語り、一面恥ずかしく思うことを私は自分のよりどころとする小さな誇りともしたのであると語っている。タワライという名の弁護士をシリーズキャラクターとして用し、戦前の驚愕史や戦後の見たのは誰だ他いくつかの超短編で活躍させている。 新青年の編集者だった横溝正子が初めて宇田寺に会ったのは昭和2年のことだった。当時宇田寺はまだ窒素研究所に在籍し、牛込の東五県に住んでいて、妻の歌が病床にあり貧しい家だったという。ところが長編を頼みに行った矢関スの横溝に、宇田寺は君たちは米の飯を食わんからいかん。米の飯を食わんと太らんよ。わしは。 米の飯が好きでなと、例の銅画の目玉をクリクリさせながら言ってみせ、横溝は真面目なのか冗談なのかわからず、大いに面食らった。後の宇だじは随筆で、これを見え坊だと語っている。横溝によると、この時依頼した闇の中の顔は、かもなく、不可も、なしというところだったが、昭和4年の昼川博士の後、宇だじは、 あれよあれよでまたたくまに人気作家になった。これを横溝が褒めると、宇田じは、なあに、乱歩の陰柔の焼き直しだよと喧嘩に行ったという。横溝は、ここ、いらが、三重坊の三重坊たるゆえんだろうか。三重坊とはテレ屋さんのことらしいとしているが、宇田じは、修正乱歩には一目置いており、案外本音だったかもしれないともしのんでいる。日本敗戦後、宇田じは、 激しい虚無感に身を置き、なかなか創作意欲が働かなかった。東京では、軍の弾圧のなくなった分断会で、乱歩が、盛んに、本格探偵小説湖水の議論を展開していた中、宇だ寺は、岡山の片田舎に疎開していた横溝に、骨を吹くで始まる俳句を送ってよこして驚かせている。横溝は、何も、本格だけが、探偵小説ではないであろう。あなたは、 あなたのせいにあったものを書いたらどうか、と、とりどりの花ありてこそのは、たのしとの句を送って励ましたという。横溝は、もっとも間もなく、宇田寺は、二重の扉のレギュラーとなっていて、そっちの方が忙しかったのかもしれないとしながら、戦後の東京の探偵分団には乱歩を中心に、熱狂的な雰囲気にあり、宇田寺はそういう子供っぽい常年の中に身を置くのが、嫌いだったのではないかと思う。 それより、二十の扉の大人の付き合いの方を好んだのではないか、とも述べている。その中で、宇田じは、探偵作家仲間から離れてしまおうとせず、探偵作家クラブの会長も務めており、横溝は逆の行動を取った、河賀三郎と比較して、常識人としての宇田じの円満な人柄が忍ばれるとしている。宇だじは敗戦の時に、一家自決を決意し、 生産狩りを用意したという。が、ものは、試しと、金魚鉢にこの生産狩りを投じたところ、金魚は一向に死なず、これを見た、うだじは、受血を思いとどまったという。うだじは愛妻、歌の一周期で、横見空に、この告白をしたのだが、こういう時でもうだじはわざと目玉をくりくりさせ、聞く人にそれほど深刻な思いをさせなかった。うだじの生居は、嘘や乱歩に、 愛つぐもので、残された、横溝の赤量感も強かったといい、これを、宇田じが言ったのは、昭和41年8月、ん乱歩に遅れること約1年、皆さんギり固いことであると忍んでいる。宇田じは、窒素研究所の同僚の甲賀三郎と共に、新青年でデビューしているが、探偵作家として、世に出たのは、甲賀の方が早かった。横溝正子は、大正5年に、 新青年編集部に入ったが、黄河が新青年以外でも売れ始めていたのに対し、うだじはまだまだ無名だった。横水は一等地を抜いていた乱歩を置いて、戦前の探偵作家の内項的主といえば、やはり黄河さんと大下さんだったと思うと述べている。両者は一高の先輩後輩であり、大学は違えど、応用科学の専攻技術者、愛知った頃は、二人とも、 疾素研究所に奉職中、ということで、これを要するに、二人とも申し分のない秀才であったとしている。しかし、来歴のかぶる両者だが、横溝によると、その性格も作風もまるで違っていた。甲賀は常に自信満々で、当主王盛なのに対し、大下さんももちろん自信は十分持っていたのであろうが、いつの間にやら流行作家になりすましている自分に、 どこか照れているようなところがあったという。論客で堂々と論人を張る高賀に対し、宇田氏はあまりに理論を好まない方だった。あって話をしても、高賀は定大での頭の良さが忍ばれたが、宇田氏はできるだけ、それを表に出さないようとぼけていたという。作風にしても、高賀は、戦前、本格派の第一人者として、自他共に許し、 常に探偵小説の聖度を行く者として、その作風は大冗談に振りかぶって、爽快で、木早のーダのようなユーモアものもあったが、大体が真っ向、北押し型の堂々たる作風、反して、宇だ寺は一作ごとに、風俗小説的なキめの細かさを掘り下げていったといい、探偵小説は、探偵小説なりに、性格描写などに気を配っていた。横溝はその作風について、 姫の細かい、しかもさりげない文章のうちに、読者をヒヤリッとさせる着想や描写には、一種独特のものを持っていたとし、同じような経歴を持ち、同じ勤め先から愛前後して作家として世に出ながら、その作風がまるで違っているということは、誠に興味深いことだったが、二人とも探偵分断の巨頭だったことは言うまでもないと、十回している。 日本推理小説大系四王子も、宇だ寺、浜牛郎集、解説、私の道、大下宇だると、生産狩り、甲賀サブロは、探偵小説に、文学生はいらないと論人を張っている。公的思考が、大下雲んが執筆の、重機破壊業事件作中で、木々が担当の、離婚の妻について回想があると、時系列が見られる。ありがとうございます。